所管、書簡竹部伝田宛。1917年8月13日。伊藤野枝。宛先、大阪市西区松島戸帰町、竹部種吉様方。発信地、東京市街菅も村宮中2583。お手紙拝見。 大阪に来ているということは、やっと半月ばかり前に聞きました。東京に来たのだったら、訪ねてくればよかったのに。本郷の菊富士ホテルということは、今宿のうちでも、大のうちでも知っているはず。ちょっと聞いてから来ればよかった。うちからは4、四五日前頼りがあった。突然に、凡然に金を送ってくれるようにとのことだったけれど、もう日数がないから。 とりああえず手元にあっったた10円だけ送っておきました私も毎月でも送りたいと思うが、リュウジをよそに預けて、その方に毎月10円近く取られるので、30円や40円取ったところで、どうすることもできないのに、この2、3ヶ月は、体の具合が悪くて、少しも仕事をしないで遊んでいるので、一層困ります。 出来さえすればどうにでもするつもり。今塾へは今年いっぱいは帰れないと思う。来年になったら早々に帰ります。大阪にはもうよほどおなれか、少しは知った人ができましたか私も時々は頼りをするから、そちらでも時々はハガキくらいは書いてほしい。こちらに用があったら面倒なことでなかったら足してあげる。入り用なものでもあったら、 整えて送ってあげる。大阪では国ともだいぶ遠いから、体を大切にして病気になんかならぬようになさい。私のことは心配しなくても大丈夫だから。そのうち大阪にでも行ったら会いましょう。大阪は特に暑いから、本当に体を大事におしなさい。のえ、つたこ殿。